マードック家は、オーストラリア、イギリス、アメリカ合衆国を中心に活動する、国際的なメディア所有者、実業家の一族である。祖先は、スコットランドからオーストラリアに移住した、スコットランド自由協会の協約者の、ジェームズ・マードックとその妻のヘレンの二人に遡る。両者は共にアバギンシャーのピッツリーゴ出身であり、1884年に、ビクトリア植民地に移った。 ジェームズ・マードック牧師とその妻ヘレンは14人の子供を設けた。最年長であるパトリック・マードックはアバリーン・シャーのピッツリーゴで生まれ、ローズ・ハーティで育った。彼はアバリーン・シャーのクルードンで除外され、そこでアニー・ブラウンと結婚した。34歳の時、彼は妻と両親と共にビクトリアに移住した。彼はそこで長老派協会の牧師として除名になり、 進学に関する本を数冊出版した。パトリックとアニーは、キースとアイボンを含む6人の子供を設けた。ピッツリーゴで生まれた娘の一人のノラ・カール・スミスは、電気技師のデビット・カール・スミスと結婚した。デビットは20世紀初頭に、西オーストラリア州カルブーリーで、地方自治体の電力供給を担当し、また1906年には、先駆的な電気ストーブを発明して、 特許を取得した。西オーストラリア州パース郊外マードックにあるマードック大学のメインキャンパス。大学及び地域はどちらもウォルター・マードックにちなんで名付けられた。ローズ・ハーティで生まれたサー・ウォルター・マードックはオーストラリアで学者、エッセイストとして活動した。彼は1897年にバイオレット・キャサリン・ヒューストンと結婚した。1899年に 最初のエッセイ、ザニュースクール・オブ・オーストラリアン・ポエツを出版し、さらに長年にわたって、メルボルン・アーガスで、週刊コラム、ブックス・メンを執筆したと再婚した。1964年に、聖マイケル、聖城寺勲章のナイト・コマンダーの国が与えられた。西オーストラリア州、パース郊外・マードック及び、マードック大学は、ウォルター・マードックにちなんで名付けられた。 サー・キース・マードック・キース・アーサー・マードックは、ウェスト・メルボルンで生まれ、メルボルン郊外のキャンバーウェールで育った。彼は、第一次世界大戦中に従軍記者を務めながら、ジャーナリストとして著名となった。1921年に彼は、メルボルン・ヘラルドの主任編集者に任命され、1928年には、その親会社のザ・ヘラルドウィークリー・タイムスの取締役となった。 また彼は後に、事前家として知られることとなるエリザベス・ジョイ・グリーンと結婚した。1933年に彼にナイトの称号が与えられた。第二次世界大戦中に彼は、オーストラリア政府の情報局長を短期間務めた。オーストラリア軍中尉のアイボン・マードックは、第一次世界大戦中に、第8大隊に所属し、西部戦線で戦った。 アンドリュー・クリスタル・マードックとアニー・エスラーの息子のウィリアム・デビット・マードックはコンサートピアニストであった。ウォルターとバイオレットの娘のキャサリン・キングは西オーストラリアのラジオ放送者の先駆者であった。2007年にダボスで開催された世界経済フォーラムでのルパート・マードック。キース・マードックの息子のルパート・マードックはメルボルンで生まれニューズコーポレーションや フォックスコーポレーションを含む国際的なメディア所有者として知られている。彼のキャリアは1952年にニュースリミテッドの父親の株式を相続した時に始まった。同社の唯一の主要資産は南オーストラリア州のみで発行されているアビレードの日刊紙ザニュースのみであった。1950年代から1960年代にかけてニュース社はオーストラリアと ニュージーランド全土で郊外や地方の出版物を含む日刊誌と週刊誌を参加に収めた。1968年以降はニュース・オブ・ザ・ワールドとザ・サンといったイギリス紙の買収もいった。1973年にサン・アントニオ・エクスプレス・ニュースを参加に収めアメリカでの初の買収を成し遂げた。その後まもなく彼はタブロイド雑誌スターを創刊し、 さらに1976年にはニューヨークポストを買収した。1981年に彼はロンドンのタイムズとサンデータイムズを買収した。さらに1984年には20世紀スタジオの株式を購入し、アメリカでのテレビネットワークであるフォックス放送へとつながった。アメリカ市民のみがテレビ局を所有できるという法的要件を満たすために、 彼は1985年にアメリカが衆国帰化市民となり、オーストラリア市民権を失った。ルパート・マードックは4度結婚し、子供を6人儲けている、ラックラン・マードック・ジェームズ・マードック。ありがとうございます。